ランキングダイナマイト。世界のグロすぎる事件5選。5、エド・ゲイン。エド・ゲイン、彼は母親の偏った教育によってその性格を歪めてしまう。その母親が死に孤独になったエドは、オカルト、解剖、死体などに異常な興味を持つようになる。夜中に地元の墓地を訪れては、埋葬されたばかりの女性の遺体を掘り起こし、家に持ち帰り解体していた。1957年にバーニス・ウォーデンという57歳の雑貨店経営の女性が行方不明になり、失踪前にエドがこの店で買い物をしていたことから逮捕される。この件を調べるために警察がエドの家に踏み込んだところ、とんでもないものが発見された。バーニスと思われる女性の首のない遺体が吊るされていたのだ。しかも胴体の中はきれいにくり抜かれていた。それだけではなく、彼の家からは人の皮膚を貼り合わせて作られた椅子や、女性の乳首で作ったベルト、人の肉で作った靴下、頭蓋骨でできたスープボールなどが発見された。これらの物証から15人の女性の遺体が彼の手で解体されたことが分かった。そのうち彼が殺したのは2人だった。彼は母の死んだ後から女性へとなりたいと思い始め、女性の体を詳細に知りたいと思い解体をしたと供述した。裁判の結果、精神障害だったとして無罪となり、精神病院に収容。1984年77歳の時、癌で死亡した。4、ハローキティ殺人事件。1999年、香港の孤児院で暮らす13歳の少女が毎晩同じ夢を見るようになった。夢の中に一人の女性が現れ、自分は殺されたと告げ、殺害のあった場所まではっきりと伝えたという。警察が半信半疑でそのアパートに向かうと、死体はなかったものの事件のあった痕跡が多数見つかった。殺害されたのはナイトクラブで働く23歳の女性で、妊婦だった。彼女は祖母の医療費のために客引きのボスに借金していたが、返済が滞っていた。そのためボスは部下の男2人と共に一月もの間彼女を監禁し、拷問を重ねた。殴る蹴るの暴行の上、麻薬を打ち、助けを請う彼女の傷に唐辛子を塗り込み、足の肉を焼くなど、その拷問はむしろ死ぬことより辛かったと思われる。男たちは彼女が死ぬとその遺体をバラバラにし、ビニール袋に入れて捨てた。頭部はストーブで煮てから、キティの人形の頭部の綿を抜き、その中へ入れて縫い付けた。冒頭で述べた少女の見た夢から犯行が発覚し、男たちは逮捕され、終身刑が言い渡された。3、パイ・シャオエン誘拐殺人事件。巨人の星などで有名な梶原一騎さんと、台湾の女優パイ・ピンピンさんの娘であるパイ・シャオエンさんが1997年4月誘拐された。犯人グループは500万ドルの身代金を要求したが、受け渡しに失敗したために彼女は殺され、死体は遺棄された。その遺体からは集団による暴行や林間の形跡が見られ、ひどい拷問を受けたことが分かったという。犯人グループのうち4人はすぐに逮捕されたが、主犯格の3人は取り逃がしてしまう。台北市内で主犯格の3人と警官800人の銃撃戦となり、犯人のうち1人が自殺、残る2人は整形で顔を変え、さらに
施術した医師や看護師など3人を殺害。その後すぐに2人のうちの1人が警官に囲まれ自殺。最後の1人は南アフリカ大使館の駐在武官邸で人質5人を取り立てこもったが、最後には投降。裁判の結果、死刑が言い渡され、1999年、執行された。2、首なし娘殺人事件。1932年、愛知県名古屋市で、首がなく、胴体だけになった女性のフラン死体が発見された。また、胴体部分からは、乳房と下腹部が持ち去られるという常軌を逸した状況だった。捜査の結果、遺体は19歳の女性と判明。この女性と恋愛関係にあった当時43歳の和菓子職人の男を指名手配した。翌月、被害女性の頭部が木曽川の河原で見つかったが、頭髪とともに皮が剥ぎ取られ、眼球はえぐり取られていた。さらに1ヶ月後、女性の頭部発見現場近くの小屋で指名手配中の男の首吊り死体が発見される。男の遺体は女性の頭皮をかつらのようにかぶり、女性用の毛糸の下着の上に黒い服を着て、足にはゴムの長靴を履いていた。小屋の隅にあった冷蔵庫には女性の乳房と下腹部が安置されるように置かれており、ポケットの中のお守りには眼球が入っていた。犯人の男は愛する女性との一体化を望み、このような犯行に及んだと考えられている。1、人肉パイ事件。2012年、ブラジルで一組の夫婦とその夫の愛人の3人が5件の殺人事件で逮捕された。夫はジョルジ、妻はイザベル、夫の愛人はブルーナという。妻のイザベルは美味しいと評判の一口パイを売っていた。ジョルジは世界を浄化するという名目のもと、独自のカルト宗教を立ち上げた。ある日、ジョルジは悪魔の数字666の数字を持つ者を浄化するべきと考えた。666の数字を身分証に持つ女性を殺し、皮を剥ぎその肉を食べた。余った肉はなんと一口パイに混ぜて売っていたという。何も知らない人たちはうまいと評判のパイを人肉入りとは知らずに食べていたことになる。犯行はイザベルが被害者のクレジットカードを使ったことから明るみに出た。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。